どうも皆さんこんにちは。今日は4月の第1日曜日、本当に天気もいいお花見日和のところ、こんなにたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。時間になりましたので始めさせていただきます。本日、司会進行を務めさせていただきます日本共産党宮城県委員会の農漁民部長で、昨年10月まで県議会議員をしておりました福島和恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速本日の開会挨拶を、宮城県日本共産党宮城県と仙台農業農民講演会の代表世話人である峯岸若尾さんから行わさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました共産党農民講演会の峯岸若尾です。どうぞよろしくお願いします。今日は本当にお忙しい中、とてもね、お花見日和の中、そして農家の方にとっては農作業真っ只中、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。でもこのとても忙しい、とても花見日和の時だからこそ、皆さんが日頃何気なく食べている食料の問題、本当に深刻な問題です。今日はですね、神智子さんをお迎えして、ぜひ率直にね、今こんなことを国が企んでるっていうのをね、ズバズバと、あと今の国会の流れのところも大いに語っていただいて、まずは耳、体、そして頭で学習していただいて、お家に帰ってからゆっくりと美味しいお酒なりお団子なりを食べていただければなというふうにも思うことがあります。どうぞよろしくお願いしたいと思います。で、挨拶の中でもう一つ私の大事な任務なんですけれども、ぜひね、農業っていうと農家のことだけではなくて、やっぱり私たち日頃食べている食料の問題なんです。これをね、農家の方々と、それ我々農家と、それから今日大多数の消費者っていうか、常日頃食料をね、買っていただいている方々と一緒にね、こういう機会を設けて学習しながら、そして、たまにはね、農家のところに来ていただいて、楽しい交流活動もやって、一緒に農業、日本の農業のこと、食料のことを一緒にね、語り合えて、そういう機会ができればなというふうに思いますので、ご案内の中にですね、入会申込書なんかがちらっと入ってますので、よく読んでいただいてですね、ぜひこの機会に一緒に、日本共産党農民講演会の方に加入していただけると大変助かるなという宣伝をちょっとさせていただいて、私からの挨拶とさせていただきます。今日はどうぞよろしくお願いします。それでは続きまして、日本共産党宮城県委員会を代表いたしまして、中島蓮政策委員長からご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました日本共産党宮城県委員会の政策委員長で、今衆議院選挙の宮城5区の予定候補として活動しております。で、今日は稲作農家の方は苗作りが始まっていますし、地域によっては用水路の手入れを地域の人が集まってやる掘り払いの予定なんか入ってまして、なんで4月7日にしたんだっていうちょっと苦情も言われたんですけれども、国会で農業基本法を実質上投げ捨てて、食料自給率の向上に対する責任を捨てていこうとする法案の審議が今衆議院で本格化しておりますので、国会を動かすということも意図してこの時期に開いているんですっていう説明をして、あ、それだったらぜひ頑張ってくださいということを随分言われました。それで JA 宮城や
JA 仙台、それから私は今宮城5区で活動していることが多いので、それぞれの地域の農家の方訪問してご案内して意見いただいたんですけれども、どこに行っても長く続いている自民党農政に対する怒りと裏金に対する批判というのは強烈ですね。そして自民党農政のどこをどう変えるかについても随分活発な意見を寄せいただいたんですけれども、食料自給率の向上については皆さんも大賛成で、安全保障っていうんだったら武器よりも食料だねというのが皆さんの共通した声です。そして宮城はどうしても稲作中心の農家が多いんですけれども、2万円近くまで米価が上がってくれれば変な補助金はいらないと、とにかく農業を成り立つ産業にしてほしいんだということを共通して言われました。でそれだけではありませんで、内陸部の地域では人口減少を止めることがそれぞれの市町村の大きな課題になっていまして、栗原市、今年宝島社の住みたい田舎ベストランキングで日本一になったんですけれども、移住定住に支援に力を入れていて、この10年で800人を超える人が移り住んできています。1年間はふるさと応援隊に参加する人に200万円補助が渡るようになっているんですけれども、2年目以降その人たちが定着するためにはどうしても農業を成り立つ産業にすることが不可欠なんだということを行く先々で言われました。大崎市、世界農業遺産に指定された町です。で今大崎は笹結びを栽培する農家に単当たり2万円を補助するとか、それから農機具買えないっていう農家ありますのでリースで利用することを支援したり、地域農業を何とかして継続させたいと願って頑張ってるんですけれども、農家の皆さんからは市の努力だけでは限界があるんじゃないか、で笹錦系の米を本気で復活させるのであればもう一回りの支援、1票あたり2、3000くらいの支援が欲しいところで、県や国を動かすことはできないのかと、そういう声をいただきました。で沿岸部の気仙沼と南三陸は東大震災で壊滅的な被害があった地域ですけれども、人口減少だけでなくて人口流出が止まらないということが今問題になっています。気仙沼市は毎年1000人ずつ人口が減っていて、その現状と対策を考える気仙沼未来人口会議というものを作って今話し合いが続いているんですけれども、浮かび上がってきたのは雇用と収入の課題です。で水産業、農業、それに関連した産業が経営が成り立って、そこで働いている人々の収入増を実現することがどうしても必要だということが共通の意見になってきていて、気仙沼地域で長く取材しているジャーナリストの方からは地方自治体の努力だけでは限界だ、国の農林水産業の施策を転換する必要があるということを力を込めて訴えられまして、こういう人たちの期待に今日本共産党は応えていかなければいけないんだなということを案内しながら非常に強く痛感した次第です。野党共闘のことについて一言お話しします。3月17日に大崎市の田尻で私と石垣典子参議院議員2人でお話をさせていただいた集会がございました。で石垣典子さんは立憲民主党の議員ですけれども、今日皆さんにお配りしているこの資料ですよね。この資料を共産党の資料ですけど、立憲民主党の石垣さんがこれを掲げてきた人に訴えて、日本の農業予算は諸外国に比べて非常に少ないんだと、この農業予算を増額しなければいけないんだということを力を込めて訴えたんですね。で共産党が躍進するだけでなく野党共闘全体の前進を勝ち取って
新しい国会では軍事費を削って農業予算を増やしていくような院内の野党共闘を国会でぜひ実現していければいいかなと、そういうふうに思いましたし、そのためには宮城で他のどの県よりも野党共闘が積極的な形で実るように私も頑張っていかなければいけないなと思いました。で、登米市の畜産農家の方がですね、農家は政治を変えることに諦めが先に立っている、共産党にはその農家の人たちの目を覚ます活動をしてほしいと、随分の過激な期待を寄せていただきました。まあ、そういう結果が出せるように力いっぱい頑張りたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はまた比例代表東北ブロックから衆議院議員になっています高橋千鶴子衆議院議員からもメッセージが寄せられております。代読を日本共産党花木則明仙台市議団長から行わさせていただきます。代読いたします。ご参加の皆さん、本日は上智子参議院議員農漁民局長を迎えての食と農の集いということで、衆議院で今新農業基本法が審議されている中、まさに時宜にかなった企画と思います。2005年 WTO 香港閣僚会議に上さんとご一緒に参加をした際、スイスの代表は国民投票で憲法に食料主権を明記したと話したこと、参加の国のどこもそんなのは当たり前だよというように話していたことが強く印象に残っています。日本政府は食料主権を絶対認めず、農業を市場任せにしてきたことから、食料自給率も諸外国から見て最低の水準になりました。それすらも投げ捨て、緊急時には花をやめて芋を作ればいいといった無責任な姿勢です。国を守るというなら大軍拡で戦争準備を進めるよりも食料自給率を高め農業と農村を守ることだと思います。異次元の少子化対策と言いながら軍事費は聖域にして国民負担で賄おうとする政府、裏金問題で脱税や公選法違反の疑いもありながら全容解明にほど遠い処分など、国民無視の自民党政治を終わらせるため総選挙勝利目指し中島蓮予定候補とともに奮闘してまいります。終わりに本日の講演会の成功を心から記念いたしましてメッセージといたします。2024年4月7日衆議院議員高橋千鶴子代表でした。それでは上智子参議院議員と中央委員会農林漁民局長から食と農の再生プランのお話しさせていただきますが、その前に皆さんに資料の確認、させていただきます。この、カラフルな田村智子と委員長の、食と農のチラシの中に、4種類の資料が入っています。本日のプログラム、その裏に上智子さんのお話のレジュメが印刷してあります。そして資料が裏を持って8枚の横の資料が入っています。また先ほどありましたように、農業農民講演会入会申込書に合わせて本日の集いの感想と、あと、チラシや神さんのお話を聞いてぜひこれを質問してみたいというようなお話があればぜひ質問票を使ってください。そして上智子参議院議員の、ニュースでございます。以上資料の説明でございました。それではお待たせいたしました、上智子参議院議員と中央委員会農業民局長からお話をさせていただきます。上さんどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、お久しぶりでございます。2022年の時にも若林区ですね、食と農の、シンポジウムをやりまして、その時のテーマは
被災地から日本農業の再生と食料試験を考えるっていうテーマで参加をさせていただきました。それで、まあ、その時は震災から11年ということでね、今13年目ですよね。でこの時に、三本塚ですとか荒浜、それから井戸浜の農業の再生の懸命な努力がずっと積み重ねられてきていて、でそういうやっぱり途上でですね、皆さんの苦労している中身、もっとこういうことをやってほしいっていうことなんかも含めて出されて、まあ、国会でできることをやっていこうってことで取り組んでまいりました。まあ、今日もこの後ね、また現場からのお話もあるかと思います。で今年は震災から13年ということで、実はですね、今年1月1日能登半島地震、津波がありましたよね。それでこれまた大変な災害になって、そこに私も3月の初めに行ってきました。で福島さんも先日行かれたばかりだと思うんですけれども、再生に向けてまさにこの能登半島地震が農業漁業の地帯ですから、これが再生しないとならないということの中で、私東日本大震災の時にですね、本当に苦労しながら皆さんが取り組んで、そしてその時にできた制度だったり支援策があって、でそれをですね、今まさにこの能登半島のね、災害の場面でも使っていく必要があると、それを利用したものもあるんですけども、まだできてないものもあったりするものですから、そんなことも含めてですね、ぜひ制度を生かしていくと。例えばなかなか収入がね、途絶えてしまって当面の暮らしどうするかっていうことについては、東日本大震災の時にもやっぱり元の通り復興していくためのいろんな準備を皆さんされますよね。瓦礫をこうなくしていったりとか、そういう作業に被災された皆さん自身が取り組むと、それに対するやっぱり労働のね、なんていうか労賃っていいますか、そういうのがこう一日出てくるっていうかね、形の仕組みがあって、それでなんとか当面をつなぐということがあったんですけど、それは今使われてはいるんですよね。それとね、自治体にとっては裁量でもって自由に使える取り崩し型の基金っていうのができたんですよ。それはね、今回はまだできてないんですね。ですからそういったことを含めて、災害のたびにですね、私たち大変な苦労されるんですけども、それをやっぱり生かしてね、そして一日も早く復興させていくってことで、また力を合わせて頑張っていきたいと思っているところです。で今日はですね、初めに、国会が始まって食料農業農村基本法の改正案というのが今度の国会に出されていて、でそれについてお話をしたいと思うんです。で紹介ありましたようにレジュメがありますよね。レジュメに沿ってお話をするのと、あとこの、資料が入ってますから、これもね見ながら話を進めていきたいと思っております。それでレジュメの最初のところにですね、審議が始まる重要法案の一つって書いて、重要法案って何だろうって思うと思うんです。それでこの重要法案っていうのは重要な法案なんですけども、この総理大臣自身がですね、本会議でこの法案の趣旨説明をし、そして質疑を行っていくっていう位置づけにする大事な法案だということなんですね。で今回の国会では4つ重要法案っていうに位置づけられているものが出てまして、その一つが経済安全保障上の機密を扱う、人を認定していくセキュリティクリアランス制度、これを創設する法案がまず一つ、それから二つ目にですね、児童手当の拡充などを盛り込んだ子ども子育て支援法の改正案、二つ目で、三つ目がですね、この食料農業農村基本法の改正案と、四つ目が出入国管理難民認定法改正の中身で、この4つをですね今回指定されているんですね。そして食料農業農村基本法っていうのは衆議院で審議が始まってるんですけども、これ25年ぶりの改正なんですよ。ですから前にやったのは1999年なんですね。約25年ってことは四半世紀ぶりっていうことなんですね。それでその1999年の時っていうのは全体として重要な法案なので、28時間ぐらい審議を行っているわけです。それでそれ並みにするべきだっていうことで、野党としてはねそれを要求しているということなんですね。
それで現在のところで言うと、大体この間、審議が始まっているんですけども、11時間ぐらいは審議をしていて、参考人質疑も先日やりました。で、おそらくこの後衆議院では現地調査もやり、それから地方公聴会も2カ所でやるっていうふうになるようです。まあ、そういう形で今ちょうど審議の真っ最中なんでね、まあ、忙しい時期ではあるんですけども、現場の声をねぶつけていくっていうことが非常に大事かなと思います。それで最初一つ目のところになりますけれども、この食料農業農村基本法の改正案、まあ、関連法案も出されてるんですけども、私たちこれどういうふうに評価するかっていうところなんですね。それでね、まあ前回から見ると、まあ、半世紀ぶりということなんですけども、この25年間でもって日本は前に作って以降どういう状態になってるかっていうと、先進国の中でも食料自給率は 38% と最低の状態になっているわけですよね。そして資料を開いてみてください。資料を開くとここにグラフが出てると思います。でこれで見たら分かるように、2000年以降のこれ基幹的農業従事者とそれから耕地面積がどうなったかっていうことが示されているんですね。それから日本がこの間結んできた貿易協定の表があります。でこの20年間にですね、農業従事者が100万人減ってるんですね。どん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 民家が下がりで減ってるんですけど、100万人減ってる。それから、耕作面積ですね、農地は50万ヘクタール減ってるんです。すごく減ってますよね。それから真ん中にいろいろ文字書いてありますけれども、2015年以降で見ると輸入自由化の貿易協定、これがもうラッシュのようにですね、次から次へとこれ結ばれてきています。でこれ自身が日本農業に大きな影響を与えてきているということなんです。で政府はですね、担い手が減っても農地は維持されるんだというふうに言ってたんです。それは大きなところをどん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 農地を増やしてね、それで、大きな規模の農業が増えていけば別に減らないんだということを言っていたんですけども、実際には農地も50万ヘクタール減りました。もう言ってみれば政府がこれで大丈夫と言っていたその政策というのは行き詰まってきていて、我が国の食と農というのは歴史的な危機に直面しているというふうに言っていると思います。それで国政にはですね、この危機をどう打開するかということが問われている、求められているわけです。じゃあ今度出されたこの食料農業農村基本法の改正関連法というのはそれに応えるものになっているのかということでいえば、この20年間で進んだ農業農村への危機感をなんか感じていないんじゃないかと思うような中身なんですね。でこの間でいうとコロナ禍がありましたよね。そしてその後はロシアのウクライナ侵略によって国際的なこの穀物の市場がねすごく変化して、でこう穀物も高く価格が上がって飼料も高くなって高止まりしてしまってるっていう状況がね変化としてはあります。そういう内外情勢の変化を踏まえたり、あるいは世界的には食糧危機って言われてますけども、まあ、地球温暖化の影響などを考えると本当に世界的な課題になってきている。それに応えるものになってるかっていうと、到底そういうふうには思えない中身なんです。で、それどころかですね、自民党農政、これまでやってきてるんだけども、今まで攻めの農政って言ってきたんですね。攻めの農政。と言って、自由化、規模拡大をどんどん進めてきました。で、生産者に対しては自己責任を迫っていくような、新自由主義的な農政を進めてきました。でこの路線が危機をむしろ深刻化させてもう亡国の道に招きかねないような内容になっていると言わざるを得ません。でなぜならば一つはですね、現行の、まあ、今までやってきた基本法で唯一の目標としてきた食料自給率の向上目標をいくつかの指標の一つに
格下げしてしまったってことなんですね。でカロリーベースの自給率、食料自給率ってのはすごい大事な、どんな時にも大元になるんですよ。カロリーベースの自給率、これカロリーで見るっていうのはね、カロリーっていうのは生きていくために必要な熱なんですよ。栄養士さんなんかはね、常に患者さんに接する時にどれだけカロリー取らなきゃいけないかって計算してると思うんだけど、黙ってね寝てるだけでも基礎代謝ってことでは1200カロリーぐらいは必要なわけで、でこのやっぱりカロリーベースをきちっと基本にしながら、そして同時にこのカロリーベースの食料自給率は国内の生産の割合を示す指標です。ですから国内生産の割合が高まればこれ自給率は高まっていくことになると。で今の現行法、まだ変える前の現行法ではですね、食料自給率を指針って書いてたんですよ。つまり方針、指針っていう言葉が入ってました。でそれが食料農業農村基本計画で、45% まで高めるんだというふうに決めていたわけですよ。ところがこの目標はですね、今まで一度も達成したことないんです。なんでと思うじゃないですか。達成したことがないから当然どうして達成できなかったんだっていうふうに質問するわけなんですけれども、これに対してですね、そのなんでできなかったのかという検証もしてないっていう状況なんですね。検証もしてない。それで、会計検査院っていうところがあるんですけども、この会計検査院がですね、いろいろ出した方針に対して予算がちゃんとね正しく使われているかってことを検証するんですけども、この会計検査院がですね、令和4年度決算検査報告の中で食料自給率等の指標の検査状況について報告しているんですが、どういうふうに言ってるかっていうと、ちょっと前は省きますけども、農林水産省は食料自給率目標が未達成の場合の要因分析をするなどの検証は行っていなかったっていうふうに指摘してるんです。それでこういうふうに指摘されていることに対して農林水産省どう思うのかということでは、これに対してですね、どう言ってるかというと、食料自給率については平成16年に総合評価する政策評価を実施したものの、外交経済等のさまざまな要因によって決定されることが、影響されるということだと思うんですけど、されることがあるなどから政策評価の対象とすることができないとしたというふうに言ってるんですね。それで、政策評価の対象とすることができないというのは一体どういうことなんだろうと思って、3月21日の農林水産委員会で、その自給率、外交経済等のさまざまな要因を決定されるというのはそもそもどういう意味なんですかというふうに聞いたわけですけれども、そうすると政府はですね、生産額ベースの変動だとか農作物の価格の変動などがいろいろあるからなんですって言って、よく分かんないような曖昧な答弁だったんです。要するに輸入自由化をどんどんやってきた、でそういう影響だとか円安がありましたよね。円安だって自然現象でなったわけじゃなくて、政府が円安誘導をやってきたわけですよ、政策で。でそういうことなどが食料自給率の目標の達成にどのような影響を与えたんですか、そういうことなんでしょっていうことで、どういうことなんですかっていうふうに聞くと、それにもね答えないんです。でそれなのにですね、今回のこの基本法にある食料自給率を指針とする、つまり方針とするっていう法律上の文書、法文っていうんですか、法文をね削っていて、でそれに代わって新しく食料安全保障の確保などという文言に変わっているんですね。で、食料安全保障の確保、その確保っていうのはどういうことかっていうと、輸入していても確保だということになるわけです。だから国産を高めて、ね、高めて安全保障を高めるっていうんじゃなくて、輸入していたとしても安全保障だということでは、肝心な目標を薄めたっていうふうに言わざるを得ない状況があるんですね。それで改正案の基本方向を定めた去年12月に、政府の文書があるんです。食料農業農村基本法の
改正の方向性についてっていう政府の文書、これを見るとですね、受給率向上っていう言葉は一切書いてないんですよ。もう本当にどうなってんだと思うわけですね。で、今回の改正で要は岸田政権は食料自給率の向上を国政の課題としてはまともに追求する姿勢を放棄してるんじゃないかと、まあそういうふうに指摘する人もいるわけですけれども、食料自給率は大事だと、それは変わってないっていうふうに言うんですよね。言うんだけれども、自給率、食料自給率だけでは全体が見れないんだとっていうようなことを言ってですね、文言そのものをなくしてしまってるっていうね、こういう今現状にあるわけです。で、今度の改正案は食料の安全保障の確保っていうのを基本理念の柱に据えてるんですね。そして国民一人一人が、食料を入手できる状態の確保を強調しているわけです。一人一人が食料を入手できる状態、これは別におかしくないですよね。それはそうでしょうと思うわけです。で、それはいいとしてもですね、カロリーベースの食料自給率の向上を曖昧にしてしまうってことはどういうことかって言ったら、結局輸入に依存するっていうことになるわけですよね。だから輸入に依存した安全保障、輸入依存が続けるつもりなのかなと、これからもというのが現れていると思うんですね。で、改正案では食料の安定供給は輸入と備蓄の組み合わせで図られるっていう、まあ、現行法の規定、これをそのまま踏襲すると言いながらですね、今までとちょっと違うのは、安定的っていう言葉を頭につけて、輸入と備蓄の組み合わせじゃなくて安定的な輸入と備蓄の組み合わせというふうに書き換えてるんですね。で、輸入はこれから先ね、いつでも自由にね入ってくるとは限らないでしょっていう状況なのに、そういうことに対する危機感が何もないっていうか、相変わらずですね、輸入に依存しながらねやっていこうという姿勢が政府の本音っていうか現れているっていうことが一つあります。で、もう一度ちょっと資料の2ページの今見たところを見てほしいんですけれども、 WTO 協定以降を TPP それから EPA、日米二国間貿易協定など歯止めのない輸入自由化を進めてきて、で、これとも関係でまともな価格保障とか所得保障とかですね、これやらずに農産物の価格っていうのは市場任せにしてきたんです。で、そのことがやっぱり生産者から見るとね、いや米作って飯食えないわっていう話ですよね。そういうことになって出てくるし、農業やっても儲からないしなっていう話になってきてるんだと思います。で、どうして農業でこの飯が食えない状況なのかっていうことで、次の3ページ目を見てほしいんですね。で、ここに表がありますけれども、これ稲作経営の時間あたりの農業所得です。1戸あたり。2015年では時間あたりの農業所得は592円でした。で、稲作農家は、それがですね、2020年には181円になり、2021年、2022年も10円。これね、ちょっと農水省の資料を見たときにびっくりして、なんか間違ってんじゃないかと思ったんですね。そもそもこの181円に下がってるっていうのは、おそらくはコロナがあったでしょ、2019年。で、そこから、なんていうか、外食産業も人が行かなくなって、米が消費されない状況があって、米がガクッと、米価が下がった時だと思うんですよ。で、それで下がってるんだけども、その後10円ってこれ何と思って、どうしてこんなことになるのかっていうことで、まあ、やり取りをしたわけです。そしたらですね、それで3月25日に予算委員会があったときに、この問題質問しました。592円から181円に下がった理由、それから181円から10円に下がった理由を説明してくださいっていうふうに言ったわけです。そしたら農水大臣はですね、これは自家消化のための小規模な経営も含めて平均値だから低いんだって言ったんですよね。つまり自家農家ってことは、まあ商売はしないけども自分の家で食べる分ぐらいは作ってる農家も含めてね、小さな農家から大きいの全部ひっくるめて計算してるから平均でこうなったんだっていう説明だったんですよ。で、それにしたって10円って低すぎないかと言って総理にも聞いたわけです。
総理どうだと10年どう思うっていうふうに当然低いっていうふうに言うかと思ったら言わないんですよね。そして言ったのはですね、自家消化を主とする小規模農家も入れて計算してるから、まあ兼業農家も入ってるっていうことなんだけども、そしてですね、経営規模の大きい専業農家では1時間あたり699円ですっていう言うわけですよ。つまりね、小規模だとか兼業農家は10円でもいいんだっていう考えなのかなっていうふうに思ったわけですよね、その答弁聞くと。で、専業農家だって決して高くないですよ、699円なんて。その前の年っていうのは819円だったし、もっと前、2年前の時は918円だったわけですから、どんどん下がってきてるわけですよ。下がってきて今699円ということになってるわけです。で、今労働者はね、最低賃金を時給1500円にしようっていうことで運動してるじゃないですか。それで総理だって労働者の賃金を上げなきゃいけないと、最低賃金を上げなきゃならないというふうに言ってるときに、これ10円でね、農家の人よく持てると思うかって、そういうことを聞いたわけです。そしたらですね、規模拡大で生産性が向上していけば、さらなる農地の集積や規模拡大やスマート化などでもっと上がってくるんだということを言うわけなんですね。だからもっと規模拡大を進めてコストを減らせば儲かるようになるんだということを言うんですよ。これ皆さんどうですか。私はね、いくら規模拡大したってね、これ農産物の価格が安いから再生産できないわけですから、赤字になっているわけですよ。それが現実だと。それなのにですね、もっと規模拡大しろと。総理は本当に生産者の現場のことを全く分かってないんじゃないかなっていうことを本当にこう痛感をしたわけであります。で、その下の資料をもう一つ見てください。これはですね、2021年各国の農業関係予算に占める直接支払いなどの農業農産物の価格、農家の所得の予算の割合、農林関係の全体の予算に占める価格とか所得のね、関する、どれだけあるかっていう割合なんですけど、 EU は 72.7% で、イギリスは 68.3%、 フランスは 48.4%、ドイツで 33.9%、 で、これに対して日本は 28% ってことでね、最も低いわけですね。日本ほど公的支援の少ない国はありません。で、食料安全保障というのであれば、ここのこと自身もね、もっと抜本的に変えないといけないんじゃないかっていうふうに思うわけです。そして次の4ページ、次のページまで左に見てください。で、この表っていうのは、生産者にはあんまりお金を出さないけれども、アメリカにはお金を出している資料なんですね。ミニマムアクセス米、これの入札結果と国産米の平均取引価格なんです。で、2022年にアメリカから来ているミニマムアクセス米っていうのが、この入札価格が 14,335 円で入札しているときに、国産米の相対取引、これ全銘柄平均ですけども、価格が 12,711 円。米国の MMI を下回って、つまり税金出してね、アメリカから入ってくる MMI を入札してると、買ってるわけですよね。高く買ってるわけです。で、高く買ってるんだけど、これは国内で売らなきゃいけないから、まあ主食用には売らないわけですけど、安く売らないと売れていかないわけですよね。それで、実際にこの国内で売る場合には赤字が出てるわけですね。で、表を見てもらうと分かる通り、飼料用で売る場合はトン当たり7万円の赤字、援助用に回すときは12万円の赤字になると。で、それがこの合計してその矢印の方に行くと、トータルでね、1995年から2021年まで5677億円の赤字、差損が累積していると。2022年だけでさらにプラスして674億円も赤字になっているんですね。これ国民の税金で、負担をしている。で、そうまでして77億トンのね、
リンマンアクセス内を入れ続けているわけなんです。でさらにその下の表も見てください。これミニマムアクセス内 MMI の国内需要量、国内の需要量に対する割合なんですけど、2000年の時は77万トン入れてるんですけど、国内の需要量は912万トンだったんですね。だから割合としては77万トン 8.4% なんですけど、2020年の時には国内需要は704万トン、これに対して 10.9%。 でこの先農水省などが推定で2040年になったら国内需要量はもっと減って493万トンに減るって言われてるんですね。そうすると77万トン入れたら 15.6% の割合で外国から入ってくるってことになるわけです。いやそれでも入れ続けるつもりなんですかって、国内で減ってるのにね、それでも外国から入れなきゃならないんですかという話なんですね。じゃあこの仕組みについては変えないっていうわけですよ。でこのミニマムアクセス米の輸入っていうのは、これは昔から私たち共産党はね、義務じゃないでしょうと、協定上義務なんてどこにも書いてないでしょってことを国会論戦でね明らかにして、政府も認めたんです。義務じゃないと、これは輸入機会の提供だと、そういうことで政府自身も認めている話なんですよ。だから中国にしても台湾にしても韓国にしても他の国もですね、国家貿易だからといってもう全部ギリギリまで全量入れてるわけではない。その時々に応じて少なくなったりね、増えたりってことがあるんだけども、そういうふうにやってきているわけです。それなのに日本はどうして77万トン必ず入れるんだと。それはですね、協定上のね義務ではないわけだから、なんでなのかって言ったら、それは政府統一見解がありますからって言うんですね。政府統一見解というのは別に閣議でもないし見解なだけでもないわけですよ。協定上の約束でもない、法律でもないし、で政府の見解だっていうんだったら、それやめたらいいだけじゃないのかというふうに思うわけですね。で国内で生産者に対して米を作るなって言いながら輸入は77万トン続けるっていう、こんなですね硬直的なやり方をもう半世紀にわたって続けるっていうのはね、おかしいだろう、いくらなんでも。だからもうこれ皆さんね、やっぱり声を出してやむせるじゃありませんか。本当にね、これおかしいニュースだと思います。それからですね、今回のこの食料農業農村基本法の、法案の主な特徴ってことで言うとですね、現場ではすごく皆さん議論になったと思うんですよ。飼料代が上がってね、肥料代が上がってって経費の方が高くついちゃう状況になったわけですから、そこがちゃんとね価格に適正な価格になるようにしてほしいんだという要望がずっと上がってたと思います。それでこの今度のやつの一つの特徴としては、その再生産可能な農産物価格の実現という問題です。でこの問題っていうのは農業者からもどんどん上がってきた要望なんですけども、改正案の中では、合理的な費用にしなきゃならないと。でそれが農業者、食品産業、消費者など関係者によって考慮されなければならないというふうに書いてですね、それで、国はこれらの関係者の理解の増進を進めるとこれしか言ってないんですよね。だからみんな期待してね、今回ちゃんと困らないようになんかプラスしたものでね価格のこともなんか出てくるんじゃないかって期待してたら、理解の増進を進めるっていう範囲なんですよ。これはね、みんなこれ聞いた人はがっくりしてね、そこまでしか言わないのかということですよね。本当にこれもう残念な話なんですけど。それから2つ目はですね、農業の担い手は従来通りなんです。で今回の農業の担い手の中に新たに付け加えているのがあって、それはその他の多様な農業者なんですね。その他の多様な農業者、その他の多様な農業者は何するのかっていうと、地域で話し合いをして農地を保全してもらいましょうって話なんですね。あくまでもこれは、効率的かつ安定的な経営が農業生産の相当部分を担っていく農業構
なしんだという言い方です。だから規模拡大してね、そして大規模にやるところで、そういうところを集中して国が応援して、そしてその他の農家の人たちはそれを支えると、国土の保全をするという役割なんだっていうような位置づけが書かれているわけですね。ですからこれもですね、これまで大規模化効率一辺倒の農政が担い手の激減をね作ってきたっていうことに対して全く反省がないと。しかも2040年にはこの担い手専業農家が30万人になるという、そういう推測をされてるわけですね。農水省もね、農水省じゃないな、JA か研究機関なんかもそうなんですけども、2040年には 今130何万人ですから、さらに減って30万になるという前提にして、それをだから大変だから増やそうっていうんじゃなくて、それを前提にして、でさらに規模拡大を進めていく、専業農家に支援を、まあ、施策を集中しようという話なんですね。ですから安倍政権の時代に進めてきた農業のスマート化とか輸出拡大とか、こういうものを、まあ、言ってみれば継承していくっていうものになっているに過ぎないのです。でそのことが一部の大企業やアグリビジネスの利益拡大にはなったとしても、農業者のいない農村を生みかねない、で農村の衰退に拍車をかけていくっていうのは、このままの状態でね進めていけばもう必至というふうに思うんです。改定案が掲げている農業の持続的な発展とか農村社会の振興っていうことを言ってるんだけど、それとはやっぱり相入れない方向に行かざるを得ないし、農業による環境負荷の軽減もね、これはもうやる人がいなくなってしまえば困難になるということです。で3つ目の特徴は、不足時における措置ということで新設をしているんですけども、これは食料の輸入が途絶した場合、何かの理由で止まった場合には、農業者に、芋の作付けなど強制できるようにしようと。食料供給困難事態対策法という名前ですよ。食料供給困難事態対策法案、これを新たに提案しているんですね。なんで平時の時に大変な農業を支えてね、で持ち直すようにお金も出してやらなかったの。で大変になってもう少なくなって、いよいよこの食料が足りないっていう事態になったらね、いや芋を作れと。で花の農家にね芋を作れっていきなり言われたって、そんな言う通りなんてしないじゃないですか。だそれは拒否できないようにしていくということで、その言う通りに従わなければ罰金を課す。もう本当にねひどい亡国の農政ですよ。もう戦時農政に変えるつもりなのかということですね。で不足に備えるっていうふうに本当に思うんであれば、やはりこれはですね、平時から農業を振興し食料を増産し自給率向上に力を尽くすということこそが政府がやるべき責任だというふうに思うんですね。農業と農村がこんなふうにして今本当にこう崩れつつあるという事態なのに、有効な対策も取らずですね、いざとなったら国の指示に従えと、こんなですね強権的で無責任な政治に農業者が納得するかできるはずがないというふうに思うわけなんです。でこういう今述べたようなことがですね、今回のこの改正じゃないですよね、ひどい中身なんですけどの中に、含まれている特徴的な問題点ということです。でそこで今の国会なんですけれども、自民党は国民の苦しみをよそにして裏金作りに今集中しているわけですね。で真相解明にも背を向けていると、まあ、処分が今回下されるという話ですけども、なんで処分するのっていうね、その問題点だって解明されてないじゃないですか。解明もされないでね、なんで処分なんかできるんだって話になってて、これ自民党の中からだ出てるんですよ。おかしいだろうって自民党だからだって出てるわけですからね。そういうことをやって、要はこの幕切れにしたいっていう意図だと思うんですね。ですからこんな無茶苦茶な政権に、こんな大事なね
国民の食料や農業を司るような提案をすることなんてできるのかと、そもそもそんな資格あるのかっていうふうに言いたいわけなんです。それでこれをめぐってはですね、農民連をはじめ今多くの団体個人が自給率向上を政府の責務とすることを求めて運動署名をね、運動を広げております。で農民連は去年の6月から基本法に対する農民連の提言っていうのを発表して学習運動を精力的に進めています。それで、その中でですね、各地の例えば 新日本婦人の会、それから革新婚とか高齢者大会、母親大会、国際女性デーなどでも、農民連の幹部の皆さんが講師になって約半年で300カ所1万人以上が参加する取り組みをやってきました。で自給率向上、これ政府の法的義務とするべきだっていう署名もですね、今5万筆を超えて集まってきています。でその他にも政協連、先日院内集会6つの政協が集まって、それで自分たちはこういう提案をしたいということでですね、今度の法案をめぐってはですね、そういう提案をして取り組んできています。でちゃんと自給率続けろというのはみんな共通してるんですけどね、そういうので始まってきていますし、その他消費者団体や市民団体でそれぞれ院内集会を開いて自分たちはこうするべきだと思うという提案を出してきています。今こうやってね、声をやっぱり国政国会に集中するということが非常に大事になっていると思うんですね。こういう国民の運動と結んでやっぱり徹底した審議を国会においても行っていきたいと思いますし、まあ、法案の問題点の追及と、それからの私たちも修正をね、かけていくというか修正を出して議論していきたいというふうに思っています。これ立憲民主の方もね、修正を出したいと言っているし、まあ、すり合わせてできればね一番いいんですけども、ちょっとその辺のことも含めてですね、努力をしながらやっぱり、転換をさせていきたいというふうに思います。で私たち共産党はやっぱりこういうひどい亡国の政治っていうのは変えることができると、やっぱりこの今の国政を転換すれば危機を打開して、そして食と農の展望っていうのは開けるっていう立場です。でレジュメを見ていただきたいんですけども、2つ目のところに入ります。それで2つ目にこの日本共産党の食と農のプラン、再生プランということなんですけども、農政をどう転換するか、ざっくり言いますとね、どう転換するか2つあるんですけども、1つはですね、やっぱり農業農村を再生している持続可能な社会にしていくと、そのための1つはこれまでの経済効率一辺倒の農政から人と環境に優しい農政の転換を図ることだというふうに思っているんですね。で人に優しい農政というのはどういうことかというと、これは人っていうと一つは命を支えるね、農作物を食料を生産する農家、生産者のことです。農業に意欲を持って取り組んで、そして続けていきたいと、そういう人たちがちゃんと収入を得て続けられる、農業にしていくということです。で同時に人っていうのは消費者でもあるわけですよね。で消費者の願いはやっぱり安全安心な食料、栄養もあり美味しい食料を得られることだと思います。そういう人に優しい農業と、じゃあ環境に優しいとはどういうことかというと、自然や家畜に負荷を与えずに行う農業、除草剤などの農薬や化学肥料、こういうものを使いすぎないように、使いすぎを減らしてですね、豊かな土壌を作りながらやっていく。で地域で生産された農産物をその他の地域で消費していくということでは、できるだけその地域で消費するということでやると、長距離輸送しなければ CO2 も減らすことにつながっていくわけです。で私の出身地北海道にマイペース酪農ってありまして、100頭飼ってたのを例えば50頭60頭ぐらいに減らして、そして、輸入する飼料じゃなくて牧草ですね、牧草を食べさせて、そして牛の乳を2回、1日朝とそれから夕方に2回搾乳すると
いうことでやると時間がいっぱいね空いて、今まではもう休む時間もなかったわけですけども、そうすると家族でだんだん食夕食のだんだんを囲めるというようになるし、あの空いた時間を使って、いろんなあのチーズ作ったりとかね、そういう時間にも与えられるっていうことで、人も余裕ができるし、牛もそうすると負荷がかからないで元気な状態だから、あの何回もお産することができるってなるんですよね。そういうやり方をずっと取ってきてるあの牛の飼い方があって、でそうやってそのむしろ所得率ってことで言うと、実はの大規模化したところよりも所得率がいいっていうね。でなんでかっていうと経費がかからないからなんですよ。でそういうやり方を取っている考え方もあって、あのこの前の飼料高で大変な目に遭った時に、結構若い酪農家の人たちがそういうのを見に来て研究しに来てね、これからの時代はこういうやり方にした方がいいんじゃないかっていうようなことで見に来てたって言うんですよね。ただ大規模化したところはいきなりねこんな風に変えられるかったら、そんな簡単なことじゃないですから、それはもうやっぱり一気に戻れないっていうことで言えば、方向性はね進めながらも、やっぱりそういう農家も含めてね、そうせざるを得なかったっていう経過もありますからね。ここを辞めるから後継いでくれって言われて、そうやって引き受けてね、規模がだんだん大きくなったところもあるわけですから、そういう事情っていうか、しっかりと配慮しながらですね、全体としてやっぱり経営がね成り立つようにしていかなきゃいけないということだと思います。それから2つ目はですね、やっぱり国の責任で農業経営が成り立つ条件を整える。先ほどあのお話もありましたよね、中島さんの話の中でもちゃんと成り立つようにしなきゃいけないという話、その通りですよね。で日本には農業を豊かに発展させる条件があると。それは一つは日本がこの気候的に見て温暖化の気候を持っていると。それからあの季節になれば雨が降るっていうね、最近ちょっと異常気象でね、もう集中豪雨になりすぎるっていうことはあるんですけども、もともとはそういう豊かな自然条件があった地域であり、それから農業技術も長年度の蓄積されてきていて、水田でいうと世界の中でも非常に優れた、まあ、生産できる装置を作ってきたということです。で農業地1ヘクタールで何人の人を養えるかっていう人口扶養力っていうのがね、いろいろ計算してる人がいるんですけども、これを見ていくと、あのオーストラリア、カナダ、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国などと比べても日本はダントツに高いですね。1ヘクタールで食べさせられる養えるのは 9.33 人だということで、高い数値を持っているんですね。でそういう技術も今まで積み重ねてきている中で、ないのは何かって言ったら、この条件を生かしていく政治の力だと。だ政治を本当に国民本位に変えていけば、農業、農村の再生っていうのは可能なんだと。これをやっぱり大きなですね、国民運動にして、やっぱり今のね、ひどい政治を終わらせて、農業、農村を守って、食料自給率の向上を図っていくように、皆さん力を合わせようではありませんか。それからお配りしたチラシ、あの今度はこの大きいあの田村智子委員長が載っているチラシ、これはあの実はできるだけ分かりやすく皆さんの手元に増えるということで、食と農の再生プランということで配らせていただいたものです。それで、日本共産党はですね、党の綱領の中に農業を国の基幹的産業と位置づけて、食料自給率の向上を国政の柱に据えて全力を尽くすことを訴えています。で農業と農村の再生っていうのはやっぱり循環型で持続可能な社会の発展に欠かせないことだ。世界の飢餓問題の解決や気候危機の打開にも人類社会の大きな貢献になる問題だっていうふうに位置づけています。そういう立場から、この再生プランの一環として食と農の再生プランを提案しているわけなんですけど、ここにあの1、2、3っていうね、ナンバー振ってありますけども、一つは食料自給率の向上を国政の中心課題に据える。カロリーベースで 50% を早期に回復し、さらに、まあ、60%、70% 台を目指していくと。で、そのために輸入自由化路線を転換をして、食料資源の回復を図るということが不可欠だということを言っています。それからあの2つ目はですね、農業農村で暮らせる土台を政府の責任で整えると。でその中心は価格保障や所得保障、欧米並みのに抜本的に拡充をすること。
実はアメリカにしてもですね、EU にしてもですね、この、農業でやってる人たちを支えるための直接支払いだとか、それから不足しているところを不足払いだとか含めてですね、実際にはやってるわけですよね、表に出さないけど。で、日本は WTO 協定でそういう価格支持制度はダメだっていうなってるっていうことで、もう堅くなにその、価格を下支えする仕組みっていうのはもともとはあったんですけど、全部こう外してきたんですね。そういう経過がある中で、やっぱりヨーロッパ並みにもですね、やっていく必要があるということです。それからやはり担い手について言えば、中小農家などを含めて多様な担い手をしっかり位置づけて支援していくということですね。人と環境に優しい持続可能な農業を発展させる。で、3つ目のところあるように、これ全体をやっていこうと思うとやっぱり予算が必要 で、この農林水産予算がですね、一貫して縮小してきた。で、軍事費の今3分の1になってるわけですけども、このグラフで見ると1980年当時は防衛予算は2兆2302億円で、農林水産予算の方が多かったですね、3兆5840億円で、それがもう逆転してしまって、今や防衛費は7兆円を超えてね、さらにこの先11兆円まであるかっていう話になってるわけですよ。農林水産予算は2兆2700億円ということで、ずっと低く推移しているわけですよね。ですから、この食料の危機がですね、今世界的にも指摘をされて、食料の安全保障が頂点になっているわけですから、まさにこの日本の農林水産の予算をですね、抜本的に増やすということが大事だと。それこそ今政府が果たすべき役割で、本当にね、さっき話あったように、安全保障って言ったら、この農業の予算、食料の予算にしっかりとお金を使うべきじゃないかということであります。3番目のところですけど、循環型で持続可能な農業農村へということで、これまた資料の6ページのところを見ていただきたいと思います。これは国民の意識の調査をしているんですけども、6ページの上の方はですね、食や農家の国民の意識で、日本の将来の食料輸入についての考え方、不安があるというのは8割なんですよね。6ページの下の円グラフを見ると、農業農村地域への関わりに対する意識についてということで、機会があったらそのような集落に行って協力してみたいというのは 72.9% で、今田園回帰の流れというのが広がっているというふうにいろいろ言われているんですけども、これコロナ禍でですね、移住への関心もすごく高まっているんですね。それでちょっと資料には付けてないんですけども、地域おこし協力隊がこの間非常に増えていると。それで中島さんの話にもあって、栗原ですか、栗原がすごい移住がね、800人から増えてるっていう話を聞いて、あれそうかと思ったんですけども、地域おこし協力隊で、国はそういうことで、これ総務省の事業なんですけど、そういうところで起こしたいになって手を挙げていくって言うんだったら、150万、年間150万出すよっていう仕組みがあるんですよ。それで多分栗原の方は町として独自にさらに上乗せして200万してると思うんですね。で、そういうことになるとやってみようかっていうのがありますし、実際にこの間2015年の段階では全国で2799人だったのが、2023年度で見ると直近ですけども7200人に増えてるんですよ。で、そうやってやった結果、すごく自分に合ってるなってことで、そのままそこに残ってね、頑張ってやろうっていう人たちが1割はいるってことなんですね。そういう方向に結びついてるってことなので、大いにやっぱり活用してやっていく必要があるんだ。それから7ページの資料、これはですね、農水省が作っているものなんですけども、認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センターというのがあって、そこで取っている指標なんですけども、ここに来訪した数、相談数というのが見て分かるように、2020年の時は、ね、コロナだったので、その影響で少し減ってますけども、全体として増えてきているということなんですね。で、こういうふうにやっぱりちゃんとその必要な伸びてるところにもっと予算をつけてね、
政策を増やしていくってことが大事だし、あと自治体が関係者による食や農を守る地域の共同っていう点では、これは学校給食などの公共調達に安全な地場産あるいは有機農産物を供給しようという動きが今活発になっています。で、最後の8ページ目のところってこれ有名なんですけども、千葉のいすみ市ですね。いすみ市では、有機米を 100% これ学校の給食に実施をしている。もちろん苦労があったんですけどもね、こんな風に伸ばしてきていると。それでやっぱり、教育の現場でもね、こういうことをちゃんとやって子どもたちに田植えもさせたりね、自分たちで作ったものを食べるということなんかも含めてやってくる中で、今本当にこの普及されていて、それで各地からそこに視察に行ってですね、学んでやろうってことになってきています。農業食料環境が共鳴する地域づくりオーガニック給食フォーラムっていうのも全国に広がってきています。この間和歌山に行った時には国産小麦を学校給食にパンに使っていこうってことで、そういうのも運動化されてきていました。それからですね、新規就農支援の取り組みってことで言うと、これ地域農業の維持振興にとっては最も切実な課題です。新規就農者と地域の受け皿支援体制をどうマッチさせるか、あちこちで今経験が生まれていて、例えば福島県の二本松市では、ここは実は農民連とか党の議員の人たちが先頭に立って地域づくりからやってるんですけどもね、二本松のところで言うと、これは、東和地域っていうところで、ここ15年ほどで40人の新規就農を迎えていると。それで2005年の時に有機の里東和、ふるさとづくり協議会っていうのが立ち上がって、そのことでずっと就農を受け入れてね、そこをやっぱ保護していく人たちも作ってきたと。それでこれを県で県議会で取り上げて、ワンストップで就農の相談ができる窓口作れと。で、相談に乗ったらそこから全部ね、ここに相談してください、そこからそう言ってくださいということで、流れ作業で行くようなことをワンストップってことで窓口作って、今増やそうってことに本格的に取り組んでいます。で、新規で就農しようというのを思うと、どうしても農地の問題とかね、それから資金の問題とか、農機具どうするとか、その設備の準備なんかも大変なわけですから、それも一切合切一つの窓口に行けば全部こうね、相談に乗って進められるような仕組みを作ってきているということですよね。だからこういう経験にも学びながらですね、やっぱりもうこのままね、担い手がいなくなるんじゃないかっていうんじゃなくて、作っていこうと、大いにその展望を開いていこうっていうことがこれから大事になってくるというふうに思います。そんなことでですね、共産党のプランということでは、多くの人と一緒になってね、もちろんこう運動も一緒になってやっていく必要がありますけども、ぜひやっぱり今の農政を変えていくと、政治変えていくということのために力を合わせたいし、そのためにもですね、来たるべき選挙が参りますから、さっきは高橋静子さんもね、選ばれましたし、中島さんもですね、含めて、ぜひ選挙で勝利をして、政治を変える大きな力にしたいということを訴えまして、終わりたいと思います。ありがとうございました。それではここで、休憩を取りたいというふうに思います。